おはようございます。マーン、ダミアクエバ、キリモートヨーロッパ旅、ギリシャはですね、いいもんですね。アテナはもう遺跡だけもうパルテノの神殿とか、アテナ2系の神殿とか、いろいろスポーツ大会でも使われてますね。はい。やはりスタンプラギー気分だそうです。はい。演技会クルーズ、みんなではしゃぎましょう。はい。イドラ島、ポースト、エギナ島、いろいろですね。演技会は絶景かな、絶景かなです。はい。 やはりどうやって決めるか難しいもんですね。ホテルの選び方。イタビア、バチカンャやはりローマは、ローマの休日もいいですね。オードリーヘップバーの気分でなってね。はい。バチカンの底力も本当に人口少ないけどいいですね。はい。やはり海も綺麗ですし、ピザのシャトウやはりいいですね。フィレンツの夕暮れ方や花の都の場所、いいですし、オフィツリーの美術館も見て本当にいいですけども、迷子にはならないで気をつけてくださいね。ミラノもいいですね。はい。ミラノって日本をたぶんうくと結果です。はい。 スイスやっぱり寒いけど大自然にうっとりではございますね。はい。いろいろ山道は本当に大変だけどね。トップオブザヨーロッパ。やはりいいですね。はい、スイス。うん、中日やはり対照的な街です。オーストリア、ハンガリーやはり音楽の方向、美術の方向、いろんな仕掛け。ザーツブークでやっぱり水遊びもいいですね。最高はい。ウィーンではやっぱりオペラが人気です。はい。いいです。はい。オペラ大好き。はい。やはり行け、行ってみたいですね。ハンガリーも駆け橋で行ってみたいですし。 やはりテーブルマナーはまあ食事の際は気をつけてくださいね。チェコもやっぱりまあビール飲んでまあ本当に音楽聴いていいですね。はい。最高ではございますけどね。はい。ドイツはやはりベルギーの壁まあ勉強になったねでベルギーに行けばはい。本当にすごいです。ボツダブル。まあ罰を間違えちゃったね。はい。やはりベルギーは人によって優しい場所。はい。デンマークは本当に列車のウスには要注意早く乗ってほしいです。はい。 やはり色々ですけどスウェーデンのコペハンにはやはり親切な場所ですし、はい、オランダはやはり、いろいろいいです。ベイニートルクセブック、やっぱりチョコレートおいしいですね。やはりブリュッセル行ってみたいね、一番は。はい、いいですね、タイムスリップしてて、はい。ドイツ大聖堂のケルンも行ってみたいし、はいろいろです。バ、はい、イエルミュンヘン、サッカーも応援しに行きたいです。イギリスはやっぱり安心、水の都ですね。はい ブックベーン、いい音ですね。博物館も一番行ってみたいです。はい。というわけで、えっ、ー、と、リモートヨーロッパ旅でした。バイバイ。